って感じだね。じゃないね。うん。ネイル。あ、見えない。あ、それ可愛いね。可愛いでしょ。お姉ちゃんっぽくない？うん、お姉ちゃんっぽいって何じゃ？なんかボルドー。あ、ボルドーってな、ブラウンみたいな。うん、まあ、ブラウンみたいな感じなんだ。逆にね。それ私っぽくない？どっちかって。え、そうなんだ。私のアレスのすごい好きだから。あ、お互いにね。互いにそうじゃん、それは。いつ帰るのじゃ。し明後日ぐらいかな。え、すごい。そうだよ。なんか親知らず抜いたし、あ、吐いたいしなみたいな。感じで歯痛い時ってあんま一人で痛くないじゃない。うん、うん、今日ご飯食べれないね。食べれろよ食べれろよ食べれろよ。はぁ、すごく渋滞していますけども。暑いね、37度。ええ、そう、ね、外もう溶けちゃうじゃん。なんか雨少なくない？雨少ない。あ、一応あのオープニング撮ってるんです。すいません、ごめんなさいね、なんか。すいません、すいません、ごめんなさい。お邪魔されちゃってすいませんっていう感じで、まあ、妹と名古屋で遊ぶ日の Vlog を撮っていこうと思います。パチパチパチ。いつも運転ありがとう。いつも女性に楽しいねありがとう。はい、ということで、よーい、スタート。今日はパンツとワンピースだね。またミラー応援ですか？え、そうですけど。はい、大好きミラー応援。なんかすごい、あの、もしかして小麦食べ過ぎちゃう日かもしれません。本当だね。ね、美味しそう。美味しそう。いただきます。いただきます。アイスも来るしね。そうだった。しかも夜さ、家族で韓国料理食べに行くんだよ、ね、めっちゃ食べるじゃん。さあ歩こう。え、買い物したいんだけど、このあとの駅で。いいよ。最近テーブルマナーをさ、勉強するのが好きで、うん、TikTok とかでさ、そういうの教えてる人が、うん、いるね、見てんだけどさ、なんかさ、こうやってやっちゃいけないんだって。いいね。でもこっちについたらさ、どうすればいいの？振るの？なんかしっとりしてて美味しいね。ね、毎日これ食べたい。毎日これ食べたら痩せるし、普通に。まあ、ご飯も食べるけど。普通に。ジャスミンナイスだっけ？美味しい。そう。うん、あれ？早く食べてるの？食べてるよ。すごく早いんですね、彼女。彼女。彼女。彼女なんだ。そうだよ。やっぱ食べるの早いね。ごちそうさまでした。はい。お腹いっぱいだね。お買い物に行くよ。ミミ33みたいかも。私今日のさ、ピアスもミミ33。あ、そうなの？そうだよ。これ可愛くない？安いし、いいよね。また間違ってしまっただけで。違う？あー、でもシルバーのが合うもんね。絶対違った。これからスタバをグラブして、イケアに向かいます。何飲もうかな。ね、いいんですか？はい、もちろん。おごってくれるんですか？お願いします。お疲れ様です。どうぞ。これはなんか妹がよく飲むらしいから買ってみたんですけど、カフェアメリカーノに私はホワイトモカシロップを追加して、妹はバニラシロップ追加。いただきます。おいしい。あー、あの風味、うん、風味だ。どうしよう、私どっちがバニラでどっちがホワイトモカでしょうって言われたら分かんないかもしれない。目つぶって。はい、うん、バニラ。そう、すごい。本当？アイケア、アイケア、イケアだよ。知っとるわ、知っとるわい。
今日の夕飯何にする？今日はじゃあパスタがいいな。パスタちょっとめんどくさいからやだ。じゃあウーバーイーツ。ウーバーイーツ温めてほしい。いいよいいよ。辛ラーメンとかどう？辛ラーメン。いいじゃんいいじゃん。ここにパソコンとか置きたいなって。ああそっかそっか。なるほどね。いいじゃないいいじゃない。何それ、お皿乾かすやつと鏡の水気取るやつだけ？はい、一周してこれだけですかったの。絶対 IKEA じゃなくてもよかったじゃん。まあでも楽しかったね。あー IKEA でもっと爆買いしたかったな。いや別に欲しいもんなかったな。なんかさ、うちらって結構さ、あ買ったら使うかもってよりさ、なんかいらないって思うのが1ミリでもあると買わないよね。買わない。なんか買わずになんかここまで来てしまったけども、あなんだか今日はなんかいつもさ私が運転してるじゃん。え？ごめんなさい。いつも私助手席じゃないですか。はい。で今日こそはいつもお世話になってるので、あの運転してみようかな。なんか言ってたけどなんか真っ先に助手席座ってたよ。なんか気づいたらね。なんか癖？あ癖。基礎本能みたいな感じでやっぱさ行き慣れてるとこに人って行っちゃうじゃない？なるほどね。で左ハンドルになったら多分じゃ逆に運転するっていう可能性もあるよね。じゃあ変えようかな。にゃー。にゃーって何？乾杯。今日それでどこ行ったの？ゲートタワー行ってランチしてイケア行った。あこれ欲しいな。あ見た目こちらですね。あお姉ちゃんすごい。チャミする？チャミする？レモン入り。レモン入り最高じゃない？美味しそう。乾杯。妹は車だから舐めません。強い。あれだ、レモンガラマの元みたいな味する。やばいね。唇がピリピリしちゃう。やばいね感じ。唐辛子全部飲んだらもう早っ。唐辛子ありがとう。優しい妹だね。はい、うん、はい、うん、これ普通巻くんだけどな。おいしい。あのね、あっさり系でいいでしょ。シュシュの友達が家に遊びに来るみたいなので急遽お家に帰ります。いや、父ちゃんも行ってくれて。ああ。なんかちょっとまあ。でもどこでも大丈夫。じゃあちょっと僕が。いないですけど、僕ん家にセラを置いてワインも。セラ。セラなくなったら補充してくれる。あ、本当めだ。いいね。そうそうそう。はい、ということで、あのエンディングを取り忘れてしまっていたので別日なんですけれども。今回は名古屋に帰省した際の家族と過ごす一日のブログを撮ってみました。いつもね名古屋に帰省するとゴルフばっかりやってるので Vlog を撮ったことがあんまりないんですけど、今回は珍しくお出かけをしたのでちょっとカメラを回してみました。本当にね、こんな感じで妹といつも会話をしております。なんか結構名古屋で、今回メイキーとかにいたんですけど、インスタで DM で見かけましたっていうコメントをいくつかいただいてとても嬉しかったです。いつもね後で DM をいただくことが多いんですけど、ぜひ声をかけていただけたら嬉しいです。はい、ということでこの動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンとコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。